速稼塾の久保です。メッセージありがとうございます。今回の動画はですね、メールでいただいたご質問に、匿名でですね答えさせていただいております。まあ質問いただいた方の名前をお出しせずにということですよ。まあ本来ではですね、ワンツーワンの動画でその方に対して、限定動画でねこうお送りしてもよろしかったんですけども、今回は質問が結構いいのが来てましたんで、そちらの方を紹介させていただきますね。まずはメールを読まさせていただきます。いつもありがとうございます。最近は少しお痩せになり、顔つきが吉川浩司さんを思わせるような随分と精悍な感じになられましたねと。そうですか、ありがとうございます。ちょっと痩せたんですよね。でもね、本当ありがとうございます。痩せたおかげは何と言います、でもこのバランスボールね、バランスボールとあと食生活がねやっぱだいぶ変わってきたかなと思います。最近私カップラーメンを食べてるでしょ。でもカップラーメンが唯一の炭水化物なんですよ。私炭水化物抜きが何でもいいとは思わないんですけども、ただねバランスいい感じにしていくと、運動ももちろん必要なんですけどもね、まあ痩せていくのかなと思いますよね。で、ラジオに出られた時に最後の曲のリクエストの画面で我らが兄貴吉川浩司さんのキスに打たれて眠りたいとリクエストされたのを覚えていますということですね。確かに私ラジオに何回か出た時に吉川浩司さんのキスに打たれて眠りたいをリクエストした覚えがありますね。よく覚えてくださってありがとうございます。そしてトランザムのウインカーはアメリカ本国仕様と同じにテールランプ全体が赤く点滅タイプなんですよ。かっこいいですね。でこれってありなのかなと、どうですかね。この赤いテールランプっていうのは多分なんかすごく独特なんでね、まあトランザムならではなのかなと思います。いいですね。でも本当にいいです。私もね最近気づいたんですよ。はい。で、気楽な話のついでに一つ教えていただきたいことがあります。久保先生はとても目がよく、今でも 2.0 とお話をされていましたが、長時間パソコンに向かわれる生活をされていながらどのようにして視力を維持されているのでしょうかってことですよね。で、僕もずっと視力は 1.5 をキープしていましたが、パソコンやスマホに向かう時間の増加に伴い相当に視力が落ちてきたようです。遠いところからよく見えますが近いところが本当に見えなくなってきましたということですね。うん、実は私パソコンに向かってる時間っていうのはそんなに多くないんですよ。まあでも多いかな最近は。実はね昨日から私龍が如くっていうやつを一からずっとね YouTube で見てました。さっき終わりました。さっき終わったんで今度はね北斗が如くを全部見たんですよ。全部見ました。いや面白いですね。やっぱりね世の中にこういうものをねしっかり作ってくださる方がいるんだなと思うと、まあだから案外見てるかテレビを見ない代わりに YouTube でねテレビを見てますね。で目はね悪くならないのは多分ですけども、距離かな、こういう感じで見てますね。どういう風にしたらいいかな、こういう風な感じでこのねビーズクッションに腰掛けてこんな感じで楽に見てるんですよ。こういう感じでね画面があそこあるでしょ。だからちょっと1メートル半か2メートルぐらい離れて見てるかなっていうところですね。はい。その他ですね意識してるってほどもないんですけども、サプリメントを取ってますかね。内野神経のサプリメントとか DHA とか EPA のサプリメントを取ってます。でもそんなに多くないです。入れ物は違うんですけども、こういったねコストコで買ってきたなんかね DHA、EPA 系のものが1粒毎日1粒、それからこちらはガムの箱に入ってますけども、こういった錠剤で1日4個飲むんですけど、これはね例のやつの工程です。工程水素、これ例のやつじゃないや、これ工程王ってやつを飲んでます。この2つを飲んでるぐらいかな。で結構飲み忘れますね。あとはねやっぱりなんだろうな、あとは特に気にしてないですね。本当に普段の暮らしで十分視力が落ちないんで、あんまり気にしてないってとこですかね。まあ、アドバイスするとしたら、ナイアシンとか青魚系の栄養を取った方がいいとされてるんで、ナイアシンってのは何かっていうとエビカニの甲羅に含まれてる要素なんで、まあそんなに私も食べてないですけどもね、まあ青魚ちょっと食べるぐらいですかね。毎日青魚は少し食べてます。塩鮭かサバですね。この辺を、焼きか、もし何もなかったら缶詰ね、水煮です。水煮、サバの水煮の缶詰をいつもホールドしておいて、それを一缶気がついた時に食べるようにしてますかね。でもそれでも毎日じゃないですね。そんな感じですかね。でいつまでも素晴らしいものや美しい景色を鮮明にこの目に見たいと思いますので、視力の低下は非常に気になります。そうですよね、目は良くなった方がいいですよね。
まあ気をつけてることはそのぐらいですけど、そんなに強くは意識してないかなと思います。こんな質問してくる人はあまりいませんかね。健康に関わることというのはお金儲けと同じぐらい大切だと思います。その通りでございますね。はい、今後もよろしくお願いします。詳しくはね、これはね、多分仲間のトレーダーにこういう健康のことは聞いた方がいいと思うんですよ。健康も言ってみればリスクヘッジなんで、リスクヘッジのプロに聞くのがいいと思いますから、投資のプロの方っていうのはね、やっぱりね、健康法もよくご存知だと思いますんで、ぜひね、仲間のトレーダーのされている今プレミアムのセカンドっていうのが始まってますんで、そちらの方に参加していただいて、健康法もそのこぼれ話としてね、いただければいいんじゃないかなと思いますね。あ、星野さんどうもこんばんは。文原さんもこんばんは。文原さんはね、なんとね、速稼塾のテーマソングを作ってくださった方なんですよね。文原さんね、あれ未だにね、再生されてます。ありがとうございます。で、音楽、自分のテーマソングを作ってほしい方は、新潟にいらっしゃいます文原さんにお願いするとよろしいかと思います。 Facebook で文原さんでメッセージを送ったらいいんじゃないでしょうかね。本当にね、素晴らしい。六本木の朝日にもうどうしても用事があるとかね、速稼塾のテーマソングを2013年に作ってくださったんですよね。文原さん、これからもよろしくお願いします。本当にね、時が変わっても文原さんへの感謝は全く変わっておりません。速稼塾のテーマソングパート2みたいなのがあったらね、ぜひいただきたいかなと思いますけども、そうですね、 DHA は毒性記載員さんで、これがね、なかなか体にいいんですよ。日本人がこの魚をよく食べるのはこの DHA がよく入ってるからなのかな。まあでも意識せずに食べてましたね。食べ物がないから食べてたんですかね。歌ってくださいました。文原さんこそね、本当ありがとうございます。あの時の感動が今でも忘れられないですね。そうですね、 EPA ですね、英子さんなんとかってやつです。 EPA はちょっと言いにくいんですよね。 DHA と EPA とあとナイアシン、この3つをね中心に私の方は食生活取るようにしております。あんまり意識しなくてもそういうものがいつも食品の中に入るようにしてるのと、あと万が一のためにこうやってサプリメントをね、たまに、ほんと毎日飲んでないんですよサプリメント。飲み忘れるのと、あと結構めんどくさいんで気がついた時だけですよね。だからサプリメントなくても大丈夫な食生活と、それから普段のねライフスタイルを送っているということなんで、まあこれはね、暇だからできると思います。ぶっちゃけ投資で暇になったから健康に時間とお金がかけれるっていうね、時間的コスト、お金的コストがかけれるようになった。そして意識ですよね。いろんなことをこう健康法を企画検討したり勉強するの、そしてどれがね自分の体に合ってるのかってテストしないといけないんですよ。よくね、健康法とかすごく得意な方って自分はこういう方法で健康になったってくるのを結構押し付けてくるんですけども、その人はそうでもみんなにそれがね通用するわけではないんで、ある健康法が自分に適してからどうかっていうのをたまにねそのテストしないといけないんですよ。やっぱり3ヶ月とか半年とか、その結果いいようになったらそれでおこうってことですけども、ただね、健康法1個身につけてもダメで、ライフスタイルとか自分の根本的な体力とかね、意識っていうのをもう本当に自分で作っていかないといけなくて、こういったものっておまけなんですよね。プラスアルファでやることなんですよ。だからこういうもんで全部解決するわけじゃありませんから、やっぱ基本的には投資もそうですけども、裁量が9割ですよ。9割の裁量の上にツールがちょびっとって感じですよね。だからツールで全部解決しようと思って自分の力を全くつけずに、ツール依存とかね、もっと言ったら自動的に入金されるの仕組み依存になってしまって、自分の力をつけなければいつまで経っても本当にね、金持ちにはなれないし自由にはなれないですよね。自分で全て作り出せるような、そんな日々の送り方っていうのが基本的には重要だと思いますので、絶対にね、何か依存はしないでくださいね。何か依存とかね、例えば久保哲郎依存もダメなわけですよ。まあ依存してないと思いますけど、そういうのはね、まあいないと思いますけども、 FX 依存もしないと、なんとか依存もしないと、それこれ依存もしないというね、そういう風にしていって、お金依存もしちゃダメですよ。私よく思うんですけども、年を取ったら頼れるのはお金だけみたいなことね、やっぱり私たちは納得しますけども、結局金に頼ろうとしてるんですよ。いや、そうではないんですよね。じゃあどうするかっていうと、年を取った時に若い人たちに尊重されるような人生を送っておくってことが大事だと思うんですよ。ちょっと話がだいぶずれてきましたけども、70代とか80代でなんでね、若い人に支持されないのかとかね、それから同世代の友達が減るのかっていうのは、すでに30代とか40代で勝負がついてるんですよ。30代40代で70代80代の時まで付き合えるような人を30年かけて育んでいっていかないといけないんですよね。でも70、いきなり70から友人できないですし、いきなり70とか80から20代30代の仲良しはできないですよね。だから20代とか30代のうちに50年連れ添う友達を作っておく。で40代とか50代になったら20歳とか30歳下の世代とね、
うまく付き合っていって、自分が70代80代になった時に30代40代にその人たちはなっている、その関係を作っていくんですよ。これがね、多分ほとんどの方できてなくって、その場限りでやっちゃうから良くないんかなと思います。もちろんね、未来に持ち越そうと思ってそういう策略を練って今の付き合いをやるわけではないんですけども、コミュニケーションとか人を大事にしていれば自然と年を取れば取るほど多くの年代の人とね、つながり続けてどんどん増えていくはずなんですよ。もしくは誰もいらなくて自分一人でも大丈夫、寂しさも感じないし自力で全部できるみたいになると思うんですよね。はい、文原さんのコメント、昔依存をしてきてくださった方がいて、自分がそのように生きていたと気づかされました。自分で生き抜く力が大切だと思います。そうですね、どんなものをノウハウを潰されてもやっていけるようにね、どんな道を立たれても大丈夫なようになっていくってことが非常に私は大事だと思います。そういう意味でポートフォリオっていうのを組むんですよね。投資あり、ビジネスあり、どっかのお勤めあり、で住む国っていうのもポートフォリオですよ。日本に住み続けるリスクっていうのがあります。海外に住むリスクっていうのもあります。両方を過ごすことによってリスクヘッジが成り立つと思うんですよね。まあいろいろとこの話もね、速稼塾の中でさせていただければと思います。今日はこんな感じです。失礼します。では失礼します。